はい、手倉実況のパート29を始めていきたいと思います。前回は、武術書、あ、違うわ、赤蛇のボスが使ってた剣法がなんかよくわかんない剣法で、でそのなんだっけ、名前忘れた。でその剣法に、対抗するためにはなんか八極拳の奥義を習得する必要があるんじゃないかって武術屋のおっさんに言われて、でその八極拳の奥義が売ってるの値段がですね、5000元という。行かれた値段でして、でとりあえず5000元稼ぐしかないというところでしたね。で前回僕あの5000元ひたすらねバイトとかして稼ぐのアホみたいな時間かかるんで、さすがにそれを実況動画としてはねひたすら作業流してしょうがないんで、残さないので、あの実況動画としてあげないだろうというふうに言ったんですけど、なんかねどうやらねなんか効率的なねお金稼ぎの方法があるらしいんで、ちょっとそれを今回ねせっかくなんで、動画として残してシェアしていきたいなと思います。あ、これ別に僕が見つけたわけじゃないです。他の人があの YouTube ですでに上げてる動画を見て、あのそれをね僕が今から真似してみるっていうだけの話なんでね、まあはい。そういう感じ。あ、僕ね困った時普通に他の攻略サイトとか見ますんで。一応初見実況だけどね、まあ、まずは寝ますね。なんかねその方法がね背取りなんだよね。背取り分かるかな、背取りって。副業とかでさよくね背取りとか言うんだけど、まあ簡単に言えば安く仕入れて高く売るだよね。いや背取りとはちょっと違うか、まあ背取りってか転売っすね。転売によってそのなんだマージンを設ける、利材を設けるというか、そんな感じ。純粋にアルバイトするよりもねはるかに効率がいいらしいんで、とりあえずやっていきましょう。いや僕ね今までね全然質屋とかね活用してなかったんだけど、なんかね結構活用した方がいいらしいですよ。まあ、お金稼ぎの方法としてはねアルバイト、ギャンブルで、あとは質屋で売買かな、ブスブス交換。あ、なんだ、ね、あんた急にイベントだった。占いって信じるかい。信じない。占いですか。遊戯場でね占い師に聞いた通りにかけると大勝ちできるって噂なんだよ。どうせ課長風月やろ。そんな噂が。ああラッキーナンバーってやつさ。ラッキーナンバー、店内に占ってくれる店があるんだけどね、占いで出た数字の通りにかけると勝つ。課長風月以外のギャンブルにも使えるんだから、ラッキーナンバーってやつは。暇なら試してみたらどうだい。俺がですか。いい話を教えてやった私に、弾んでおくれよ。そうですか、どうも。いやだったら自分で稼ぎ行けや、稼ぎとかやりに行けや。いやなんかもう公式でもあれか、純粋にバイトで稼ぐよりもこうやってなんかギャンブルなりなんなりして稼いだ方が効率いいよっていうのをこの案に示してますねこれ。まあいいや、まあ、ギャンブルはまあとりあえず置いときまして、背取りじゃねえや、転売で稼ぎたいと思います。まあその手段をねやっていきましょう。まあ僕もやるの初めてなんでちょっとミスるとこあるかもしれないけど、まずねこの名店が入って、どこだったかな、本屋行くんですよ。本屋、古本屋、ここかな、いや違うな、こっちか、あこれですね。ここ行ってこの店行ってここでですね、うちが一番だよ、ぜひ見てってよ。要所まずね、三国志ってやつを買うらしいです。三国志これかな、これもう買えるだけ買っちゃいましょう。まあ、とりあえず100元分ぐらい買っちゃおうかな。はい、毎度あり。でその次は名店街を抜けて、まあこのね転売するにはやっぱり元手がどうしても必要なんで、まあ、ある程度のね最初の元手金は必要ですね。まあ、元手金が多ければ多いほどどんどん効率よくなりますね。一度に買える量が多くなるんで、
で名店街を抜けて屋台街の方に行くと、屋台街の方行って、ここら辺にある店の、あ、これか、この店ですね。この本屋で、どんな本にご興味が、これか、四季、四季、この四季ってやつと、この四季っていう本と、あとは四季五感書、これですね、隣のやつ、五感書、五感書と、あとこの不死かな、不死、を買って、お探しの本が見つかりましたか。で次は、またこの名店街の方に戻って行って、この左側に質屋があるので、ここでこの質屋で、おい、いらっしゃい、うちは良心的な質屋、まず安心の高額買取です。セットでお持ちの品を交換することもできますよ。交換します。セットならばこちらの素敵な品々と、さっき買った4冊の本、三国志、四季、五感書、四季、あ、じゃあ不死、4つセットで、どれだ、これかな、こっちかな、あ、これこれこれですね、歴史マニアセットで、この右側のこの裏なんちゃら、リフェンショーだったかな、リフェンショーっていう読むのかな、と交換できるので、まあ、これと、交換できるだけ交換するっていう感じです。でこれ交換はね、まとめて交換できないんで、一つ一つやってみましょう、あれだけね。ちょっとね、それぞれの本の値段が違うんで、ちょっと数量ばらけてますけど、まあ、大体同じぐらいのバランスで買っといた方がいいですね。ちょっと適当に買ったのミスな感じあるけど、まあいいや、まああれだけもう交換しちゃいましょう。これでね、一気に交換できたらね、いいんですけどね。よし、とりあえずこんなもんかな。で、交換しまして、このリフェンシュ、リフェンショ交換しまして、どうぞ、毎度ありがとうございます。で、これをもう一回、交換できるものが揃ったらまた、いつでもどうぞ。同じ質屋で、今度は売ります。今の噂書。そうすると、これですね、リフェンショか。これはまとめて売れるんで、一つね、110元やったかな、確か。ちょっと待って、一ついいか。一つ120元ですね。一つ120元で売れますと。で、さっき今交換したけ、交換したやつ全部を売って、一気に2400元の儲け。えぐくね、これ。え、これまで今何分に行った、ちなみに。ちょ、ごめん、計測してないか分かんないんだけど、そのゲーム内の時間で言うなら、1時間ぐらいかな、多分。8時ぐらい起きたかな、多分。あれ、8時だったっけ、いや、まあいいや、そんぐらいかな、多分。あれ、8時半じゃなかったっけ、まあいいや。ゲーム内の時間で約1時間で、2400元荒稼ぎしましたよ、今。いや、もうね、うん。肉体労働はバカなんだなってね。やっぱ頭のいい人はこうやってね、稼ぐんですね。っていうのをなんかまざまざと感じるような、そんな感じやない。
いやもうこれバイトしねえだろ、これこんなんしたら。バイトしないでしょ、こんなんしたらね。いやもう真面目に働くのがマジでアホ臭くなりますね、ほんま。いやなんかもうさ、金稼ぎが結構なんかめんどくさいゲームで、なんかこういうなんか効率のいいお金稼ぎ方法が見つかってしまうと、もうなんかあれだよね、もう成功法でやる気が一切失せるよね。ドラクエとかさ、 RPG ゲームでもなんか経験値がさ、一度にめちゃめちゃ大量に手に入る敵キャラがいるとさ、まあ、ドラクエで言うならメタルスライムとかね、あれ系だけど、もうそいつ倒すだけでよくて、もう他の雑魚敵と戦って経験値をちまちま積んでいくのがもうアホ臭く感じるよね。っていうね、ゲームあるあるでした。なんかもう裏技というかね、なんていうか、まあ、まさに裏技ではないけど、まあなんだろう、もう完全な攻略法というか、これぞ攻略っていう感じだよな。まあでもこれで今後仮に、まあいやでもね、この場所ステージが移ったらまた話は別になってくるかもしんないっちゃしんないけど、しんないけど、まあでも今後ね、なんかでまたお金に困るような事態があったら、これやればいいだけなんで、もうね苦戦することはなくなりますね。もういくらでも食料買えるし、いくらでも技所買えるんで、高い技所で買えるで。これでやったね。これでサンダで技所がなくて困ることもなくなる、これはいいことだよ。こう元手を増やせば増やすほどリザーが増えていくからな、一緒に買える量が増えて、素晴らしいですね、ほんまに。これぞ商売、これぞビジネス。いやこの方法最初に気づいた人マジでね神。いやそれ気づかんかったら俺ガチでねフォークリフトやってたから。ガチで俺はフォークリフトやってた、気づかんかったら。いや前にも言ったんですけど、そのフォークリフトね、1回で、まあ、大体8分ぐらいかかるんですよ、1回やるのに。で 7個荷物運んで大体280元ぐらいなんですよね。で、まあ、ちょっと計算めんどくさいんで、いやまあいいや、8分でじゃ250元として、初で10、まあ、2回やったら、まあ、まあ約15分として、15分で500元でしょ、15分で500円なんですよ、フォークリフトだと。で5000元必要なんで、まあ、フォークリフト10回分、あ計算合ってるかな、じゃあ20回分か、フォークリフト20回分ですね。でフォークリフト20回やるのに、8×20 やから160分かかるんですよ。160分言うたら2時間と40分。約3時間ですよ。約3時間ぶっ通しでやって、ようやく5000元稼げると。でそれがこの方法を使うと15分ぐらいで一気に5000元稼げるですね。いやーもう時間帯効果というか、もう効率がね段違いですよね。まあでもさすがにこのなんだ、ゲーム開発者もおそらくなんか成功法でアルバイトだけで5000元を稼がせるつもりはなかったんじゃないかなとは思いますね。さっきの受付のおばちゃんみたいになんかギャンブルやった方が儲かるよみたいなことを匂わせてはいたんで、まあそれは案にやっぱりね、地道にアルバイトするよりも
他の方法で稼いだ方がいいよっていうのを、まあ、教えてくれてるといえば教えてくれてますよね。まあでも実際アルバイトで素直に金稼ぎするのもこのゲームのね醍醐味ですからね。シェム1も2も全部肉体労働してるからね。シェム1はフォークリフトで、シェム2は手での荷物運び。シェム2、あとはあれか、ストリートファイトでも稼げたし、あとギャンブルの売り子とかできたね。もうちょっとバラエティだったね。まあ今作はさらに選択肢が増えてて、まあ金稼ぐ方法を言うたらね、素直に薪割りやるかフォークリフトやるか、あとはこういうなんか転売するか、ギャンブルで木札稼いでそれを換金率の高い景品と交換してそれを売るか、それはその手段を俺前回確かやったな、ちょっとだけ。ハッカソン編で2000元のラオチュ、高級ラオチュ買うために俺ちょっとだけ木札使ったね。木札売ってで木札に交換して金稼ぐ方法ちょっとだけやりましたね。まああとは魚釣りやったりなんたりなんたり、まあいろいろあるよね、うん。多分生薬使う方法もあると思う。まあいくらでも方法あるんで、多分ねガチ勢の人が効率のいいやり方を見つけてくれてると思うんで、まあ素直にそれにね乗っかりましょうっていう話ですね。まあでもね、お金稼ぎの方法が楽なのはいいんだけど、まだもう一つ問題があって、このゲームには空腹なんだよな問題は。効率のいい空腹の上げ方というか貯め方をね知りたい、マジで知りたい。いや空腹はマジであれガチで方法、他に方法なくない、ひたすら3だと魔法警報、牛歩じゃねえ、魔法警報寸剣とかやるしかないのかな。あれはえぐいっすね、さすがに。お金稼ぎでも積んでるし、バトルでも積んでるからな。何かと積む要素が多い。8400円。ではこちら、またさっきはもうトロフィーがガバガバに手に入りまくってる。お金はもう十分足りてるんですけど、ちょっと僕ね技書も買いたいんで、ちょっともう一回だけ、もう一周だけしますね、申し訳ない。ちょっと僕頑張って話で伸ばすんで。お金稼ぎのシーンだけ見たかった人はもうブラザーバックしていただいて OK です。いやでもね、ちょっとまあほかにも方法あるから、ちょっとそれも試してみようかなって思うね、これ終わった後に。ちょっと待ってくださいね、もう一周だけするわ。じゃあこんだけ本買ってどこに持っとんやって話よね。まあ、りょうくんのあのね、ジーパンのポケットは4次元とつながってるんで、4次元ポケットなんでね、何でも入るんで。三国志、何冊買った、なんかえげつない量買ってる気がするんだけど、170冊。さすがに買いすぎたね。まあいいや、170回も丸ボタン押すと思えねえんで俺、交換するときに。あれ一個一個交換するのはちょっとめんどくさいね。まあしゃあない。三国志、四季、あと何だっけ、不死と、もう一つが五神書っつったっけ。あれってあれだよね、歴史の教科書に出てくるよね。さあやりましょう。本屋によってこれ売ってる本違ったんだね、もう全然知らんかったわ。本屋とか一回も覗いてねえかんな。
まあこれ店ごとに微妙にやっぱ品揃えがね違ったっぽいですね。多分本屋に限らず、だから普通にショッピングを楽しむっていうね、このゲームの楽しみ方もあると思うけど、俺はあんまりやってない。まあ、もっとね寄り道してもいっちゃいいんですけど、寄り道したらもうクソほど時間かかるんでね、このシェンムシリーズというゲームは。まあでもオープンワールドのゲームでこれだけね自由度の高いゲームやったら、まあやり込み度があった方がねいいよね。うん、100冊買っても意味ない気がしてきた。100個はさすがに交換始めないんじゃないかな。さっきもトロフィーめちゃめちゃ手に入ってるよ俺。なんか買いまくるとねトロフィーが手に入るっぽいっす、どうやら。まあこの金稼ぎの方法はこの勝負というステージだからこそできるけど、まあ、今後他のステージ移ったら通用しないですからね、多分わかんないけど。いや次に移るステージがまたいっぱい店がね、こういう本屋みたいなのがいっぱいあるようなステージだったら、多分まだまた別のものを売ったりなんたりで効率のいい金稼ぎの手段があるかもしれないけど、少なくともハッカソンではなかったですからね、その方法は。だからハッカソンで2000元稼ぐにはあの時はギャンブルが一番良かったね。まあ僕はギャンブルでほとんどやんなかったけど、ギャンブルで花鳥風月で色占いやって、でその出た色に全掛けして、で木札をめちゃめちゃ儲けて、でその後、景品交換所で蘭玉っていう換金率の高い売ったらね高価なものをひたすら交換しまくって、それを最終的に売りまくって、で2000元稼ぐっていうのが、まあ、最適機会というか一番 楽な方法でしたね。だからその時々そのステージによって最適化が変わってくるっていうね、そんなゲームですね。まあでもこの長部の街で稼ぎだけ稼いだ時はまあ間違いなくアトアトラクになるけど、ただお金稼ぎで苦労するっていうのが醍醐味がなくなるっていうね。まあドラクエとかでさ、下手になんかメタル系のモンスター狩りまくって一気にねもうストーリー余裕で勝てる敵キャラとかボスキャラとか勝てるぐらいレベル上げちゃって歯応えなくなってちょっとつまんなくなっちゃうっていうのと似てますね。まあしゃあない。シェンムーの醍醐味はまあ別に金稼ぎはそんなそこまで醍醐味ではないと思うんで、まあ醍醐味言えたらやっぱ QT とかねバトルシーンでしょう、うん、このゲームの醍醐味は。これ全部売ったらいくらなるんやろうな。この交換できるやつって別に他の視野でもできるのかな。だとしたらこれ別に今全部交換しなくても取っておけばまたねお金が必要になった時にその都度交換して売ればいいからっていう方法もあるけど、それはできるのかな。まあちょっとだけ残しとくか、全部売らずに。よし、こんなもんでいいかな、とりあえず。
かなりアンバランスな感じだったけど、まあいいや。さあこれ全部売ったらいくらや。確実に1万超えるやろ。2万いくかな、2万ゲいくかな。さあ売ります、66か。さあさあ何ボルになる。7800、7800か。15000、またトロフィーゲットした。ではまたよし。まあとりあえずはこんなもんでいいから、金稼ぎてか転売は。ちょっと一旦食料買っていいですか。食料を大量に買い込むわ。ちょっとソーセージマスターになる。フランクフルトマスターになるわ。すみません、焼きたてプリプリのソーセージだ。冷めないうちに食ってくれ。これも買いまくるわ、金持ちなんでね。毎度あり。で、まあ、せっかくなんでちょっと他の金稼ぎの方法も試してみましょうか。でそれでね、比較してどれが一番効率いいかっていうのがね分かるんでね。まあ正直この今の転売よりも効率のいい金稼ぎの方法があるのか、はなはな怪しいけど、まあとりあえず試してみましょう、せっかくなんでね。で次はじゃあギャンブル試してみますね。あ、ちょっと待って、武術書買っていいっすか。技書買うわ。ちょっと待ってね。あ、まあいいや、いいやいいや、後回しでいいや。ギャンブルなんで、ギャンブル場へ行きましょう。この2階ですね。これ入るときはローディングがあるけど、出るときローディングないんだよな、なぜか。まあいいや。ここ2階がギャンブル場と景品交換所がセットになってる場所ですね。でここでお年玉をやります。菊田ちょっと買っていいですか。買っとくわ。もうバコバコ買いまくる。ありがとう、木札は。おお、では。で、ここですね。この、どれやったかな。これかな。これだな。うん、これ。このお年玉をやります。お年玉やんの久しぶりやな。お年玉か。いらっしゃいませ。それでは台を選んでください。無駄にいい笑顔でくさ。でこの台で、まあ、台によってねいろいろ違うんですけど、レートとかね、当たりやすさとかですけど、今回はこのスザクを選びます。いかほどかけますか。いかほど、全掛け、余裕の全掛け。あ、これ全掛けで1000枚、あ、千、うん、木札1000しか かけられへんのか。でこれね、なんか真ん中の方に当たりがあるんで、なんか動かさなくていいらしいっすよ、ほぼほぼ。まあ、もちろん 100% ではないんですけど。ほらほら、入った、いきなり入ったよ、おい。真ん中で入ったで、いきなり。やりますね、お客さん。やりますね、やりますね。そしてこの笑顔。もう一勝負いきますか。これ3回やれて、なんかいや1回でもね入ったらいいらしいよ。橋を揺らさないよ、ゆっくりとですよ。3回投げて1回でも入れば当たりらしい。今はなんかたまたま一発で入りましたけどね。いかほどかけますか。はい、全掛け。これ紐はですね1個も動かしてないと思うんです、最初。まあ、普通はこれね、右に動かして左に動かしたりしてそこから落としていくんですけど、正直ね、目測だとね、もうほぼほぼ分かんない。運ゲーなんでね、これほぼほぼ運ゲーなんで。でさっきみたいに同じとこから落としても、ほら今みたいに違うところに落ちたりするんですよ。運ゲーなんですけど、
運ゲーの中でもかなり当たりやすいってことですね。肝はほらほら当たりやすい真ん中でも入るじゃん。ほら素晴らしい、お客さん絶好調ですね。1000木札1000枚かけて3倍になって返ってきてますね。なんで3000枚になって返ってきてる。まあ木札が、うん、そうですね。で問題はその後木札を、景品交換所で、交換するんですけど、まあそれちょっと待ってください。ちょっと失敗するまでやるわ。お意外とでも当たんなこれ。俺もびっくりした、初めてやってんだけど意外と当たんなこれ。さあ向かい真ん中、これ動かしたら意味ないんでね。で真ん中からやりましょう。やべえやべえ、これマジ当たるやん。すごくない？素晴らしいっていうかすごいなこれ、ね、神だろこの場所。もちろんもう素晴らしいっすねこれ。絶好調ねこれ。それでは やべえなこれ。3回連続成功したよ。橋を揺らさないよ、ゆっくりとですよ。失敗するまでやるわ。いかほどかけますか？これもっとかけたいな。全掛けしたい。持ってる分。失敗するまでやめれないかも。早く失敗してほしいわ。逆に。やべえだろこれ。やばくねこれ。行かれてんだろこれ。お客さん絶好調ですね。やばいわ。もちろんもう一勝負しますよ、ね。天才だろ。この手段見つけた人天才やな。それでは台を選んでください。橋を揺らさないよ、ゆっくりとですよ。いやこの台が当たりやすいってことを見つけた人マジ天才だと思う俺。いかほどかけますか。まあでもこの長部の町でこの5000元稼ぐっていうのは。行かれてるんで、金額の量がね、成功法でやるにはあまりにも。みんななんかね、苦労してるというか、気になってるというか、知りたいというか、らしいですね。だから、いっぱい情報出てたんだけど、長部の町の金稼ぎの方法っていうことでね、いっぱい情報出てましたけど。さあ、1回も外れて、次も外れそうだぞ。さあ弾行きそうですね。はい、さあ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 どうだどうだ、外れろ外れた、さすがに外れたやった、外れたよ。5回目にして外れましたね。まあ確率して5分の4、5分なんて えげついな。 75% か成功率、えげついですね。いやこれも全然いけますね。まあただ問題は全額できたら超効率いいんだけど、全額できないってところやな。木札1000枚しかかけれないからね。じゃあ景品交換所で、交換しましょうか適当に。ごめん俺換金率高いやつ何かちょっと分かんねえわあのギャンブルで金稼ぐ人は換金率が高いのが何なのかを調べておきましょうね。ちょっと分かんない、今回ちょっと分かんないけど、これ服ってかこれ変えられんすか、買ったら切れんのかな。ちょっと買ってみるかな、一回あえて買ってみるか、一回買ってみるよ。これ7000かよそんな使うのこれ。たまげたな、たまげたな。えこれ部屋飾れんのこれ買ったらちょ買ってみようぜ適当に。これ装備できんの、こちらです、こういう系お金がいる。えこれ装備できんのアイテム。かけ？え？装備できんのこれ？これ服ってどうやって変えるのこれ？なんか変えられるくさいんだけどね、変え方がよくわかんないんですよね。いや、じゃあ、交換しに行きましょうかね。5000元で。和田書ですね。八極拳の奥義買いに。六角通りの方の。美術屋で言ってたんで六角通りの方まで行きましょう。六角通り行くまでのショートカットはこの道をまっすぐですね。ショートカットが解禁されてるのがねいいですね。前までショートカットねえじゃんとぶち切れてたんですけど、
なんかストーリーが進むことによってようやく解放されましたね。ショートカット、このショートカットの道も多分覚えておいた方がいいと思います。この船着き場の方を通っていくとね、六角通りの方へショートカットできるんで。でもちょっとね、最後にもう一個だけさ、 お金稼ぎの方を試してもいいですか。多分お金稼ぎの方をね、いろいろ知っといた方がいいと思うんでね。おいおい、一応それも試してみようかなということで、ちょっと一旦遠回りします。もう一回、もう一回ギャンブル場行きます。今度は別のギャンブル場行きます。どうだっけ、ショートカットあったような、ここか、あれどうだっけな、あ、ここか、ここから行くと、新天地の木人喫茶までショートカットできるんで、ここから行きましょう。あれ待てよ、占いってどこだったっけ、ごめん、占いってどこにあったっけ、占いどこにあったっけ。ちょっと待って、占いってどこだったっけ。なんかこれにあったよね、確か。占い屋、どこでもいいんだけどさ、とりあえず占い屋なんかなかったっけ、これへん。占い屋はどこだ、占い屋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 、この裏か、こっちかな、ここか、いや違うな、どうだっけな、原崎通りの方だったっけ。占い屋、占い屋、待て、あ、ここか、これじゃね、あ、これ占い屋じゃね、よし、占い屋でまず占ってもらいます。いきますね、色占い、色占い。すみません、何かご用ですか。占いはもうやめたんかい。ダメだった。そうなんですか、もし何かお悩みだったら、最近よく当たると評判の人がいますよ。誰、そちらへでも行ったらどうです。どこどこ、そんなに当たるんですか。どこ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 、調布委員の脇にある色占い屋。調布委員の脇にある色占い屋、私も行ってみたいんですけどね。どうも、 OK、 調布委員ですね。あれやな、花咲通りの方やな。わかりました、どうも。ちょっと待ってね、調布委員やから花咲通りの方やな。 OKOKOK、こっちですね、確か。あ、あったあった、ここだな、調布の裏、ここですね、占い屋。ここで占ってもらおう。すいません、わしは幸運を呼ぶ色を占う色占い屋じゃ。あんた幸運の色、占い基本的にギャンブルで使うらしいから、あ、ギャンブルで使うらしいですね。1回10元じゃ。ということで、色占いをやってもらいます。お願いします。うむ、それではあんたのラッキーカラーを占ってみるかの。見えてきた、見えてきた、美しき幸運の色が見えてきたぞ。ラッキーカラーは緑じゃ。緑、この色がこれを覚えておきましょう。幸運をもたらすじゃろう。速やかに行動しなされ。速やかに、色占いは効果が短いからの。ありがとうございます。まあ、期限があるらしいですね、これ占いの効果には。でもう一回行きましょう、ギャンブル場、新天地の賭博場へ。満金堂ですね、満金堂の、色占いどこやったっけな、ちょ、色占いじゃねえ、花鳥風月どれだっけ、これか、これですね。で、緑です、緑。これは花鳥風月でございます。いかがです、極上のひとときを約束しますよ。
やりましょう。それでは前払いでお願いします。これいかがかけじゃねんの。あ、これは旋回同じやんけ。よし同じやんけ。緑、さっき緑だったんで鳥、あ、鳥じゃねえ、かけますか。あ、じゃあ鳥か。蝶、花鳥風ですよ、蝶、鳥。ここだ。これ緑色に、緑ってね、全部入ります。色々に出た緑がこの花鳥風月の色にそれぞれ、適合しているというかね、こんな感じですっていう感じでね、占ってもらったところに全掛けすれば 100% じゃないらしいんだけど、基本的に全部当たる、まあ、全部手が当たるらしい。基本的には変わんねえ。ではもう一勝負と参りますか。あえてもう一回やって、もう一回緑やってどうなのか試してみようぜ。それでは前払いでお願いします。多分効果消えてると思うんだけど、ちょっともう一回やってみよう。あえてね。よし。か、超。多分一回限りだと思う。多分ね。どれにかけますか。入ります。さあ、多分違うとこ行くと思うよ。あ、また同じとこ行った。こういつまで続くんだろうな効果。お見事、お客様の勝ちです。ちょっともう一回やってみようぜ。お客様強いですね。ではもう一勝負と参りますか。ちょっと失敗するまでやるわ。それでは前払いでお願いします。よし。か、ちょう、ふう、げつ、どれにかけますか。入ります。さあ、これでもう一回鳥に入ったら効果はまだ一回限りじゃないってことが分かりますね。これで外れたら多分さっき当たったのはマグレやな。はい、多分一回限りですね、おそらく一回限り。残念。まあ一回は少なくとも絶対当たるはず、まあ絶対じゃないけど、ほぼほぼ。ということで、まあこれね、木札1000枚でかける3倍で返ってくるんで、あ、同じなんですよ、さっきのゲーセンの2階の賭博場、ゲーセンの2階のギャンブル場のお年玉のやつと、あれも1回1000枚までかけられて、で3倍返ってくるんで、であっちはね、あの成功率がね、4分の3、じゃあ5分の4か、5分の4でしたね。まあ、あっちの方が簡単にできるんで、いちいち占ってもらうよりもね。ということで、ギャンブルやるんだったら、この勝負の街でギャンブルやるんだったら、今言ったように色占いやって、確実に当てていくよりも楽ですね。うん、絶対こそっちの方が効率いい。まあでもそもそもギャンブルよりも最初にやった転売、古本の転売やった方がはるかに効率いい。これ結論や、これ結論ねこれ結論ね。ということで覚えていきましょう。さあ、ストーリー進めていきます。すみません、養子仙人っていう5000元の本だけじゃなくて他の私も買うわ、一緒に。養子仙人とあともういくつか買っとこう。クソ高いやつ買っとくわ同時に。買います。うん、良い買い物じゃ。では養子仙人の技書を。よし、さあ、おいし、戻ってきた、両者に。それ買ってサンダでマスターするとかそういう流れかな、もしかしてそんな気がしなくもないけど。シェンファー、八極拳の奥義書を手に入れた。これがあればレッドスネークのボスを。よかったレッドスネークのボスを。無理はダメ。ああ、まだ本を手に入れただけだ。勝つためにはここに書かれている奥義を自分のものにしないと。本買うだけで
奥義収束できるっていいな、楽で。今日しっかり休んで、明日に備えよう。ああ、そうだな。はい、ということでね、以上が超部の街での、効率のいい金稼ぎの方法でした。一番いいのは、古本の転売ですね、最初やったやつで。次が、ギャンブル場の、お年玉スザクってやつだったかな。で最後がさっきの花鳥風月の占い、色占いのやつですね。まあその3つの方法があるってことを覚えておきましょうという感じで、今回はここにしたいと思います。次回からやっとねストーリー進められますねという感じで、ご視聴ありがとうございました。